はい、皆さんこんにちは レック専任講師の佐々木朗希です。えー、本日はですね、あの法務省から、記述の配点変更のお知らせを受けまして。えー、若干遅いですけれども、あのー、ね、佐々木クラスの対応と、あの今後の学習の取り組みについてお話をしようかなと思うんですが。あのー、まず、あの他の先生方もおっしゃっているようにですね、あの配点変更があったと言ってもですね。基本的にはやることは変わらずと思っていただいて大丈夫です。あのね、そもそもの、問題が変わりますとか、あね、あのね。で、これは、例えば論文に変わりましたかそういったね、大幅なガラッとの変更で。 なので、えー、なので、えー、今まで通り当たり前のことまあ、あのね技術対策としてはやるべきことは変わらずなんですね。でそこで改めて、えー、この今までの技術対策ですね、えー、やってるかどうかを確認させていただきたいんですがであのー、基礎講座佐々木クラスの受講生さんであればまああのね通信でも通学でも配信通りもしくは予定通りに受けてる方であれば、まあ、商業登記があ今後半戦という状況だと思うんですがまず えー、不動産登記と商業登記についてです、ね、あの必ず、えー、あのやっておかなければならないものといたしましてはまず書式ベーシックとあとひな形暗記ですね、えー、こちらあ特に不動産登記学習済みの科目の不動産登記に関して、ねえー、書式ベーシックが12回で解きっぱなしになっていないかどうかそして記述に関しても、えー、ひ,ながあのひな形ですねひな形に関してもあの全然覚えてないですとかああいう状況にある方は、ねえー、なんとかちょっと時間をやりくりして作っていただいて、えー、そちらの 方の時間も取っていいいたただきたいかなと思いますでそして商業登記に関しては今現在進行形だと思うんですけれどもそちらもまずは「ベーシック」これを卒業すること。 を加えてひな型ですねそれももう出てきた端から片っ端から覚えていくということを念頭に進めてくださいこの記述の配点変更に関してですね今後採点がどうなるかもともとね採点がどうなるかというところもですねはっきりと法務省は公表してくれていなかった部分なんですがただあ、ね、あのひな型が正確に覚えていないとそこで、まああのね、ひな型が全部中途半端だと減点幅が他の受験生に比べて大きくなることが予想されますのでこの間 あの商業登記の講義の中でも言ったと思うんですけれども覚えたつもりになっていたあけれども、えー、だんだんと雛形が崩れてくるという現象もありうるので改めて、えー、不動産登記商業登記合わせて雛形メンテナンスこういったものを、えー、心がけていくようにいたしましょう。えー、加えてですね まあ今後書式あのね書式ベーシックと形暗記に加えて記述解放ベースアップ講座これも受けているでしょうかああ不動産登記に関してはあ書式あの記述解放ベースアップ講座まず十回の演習の手前に書き方編っていうね記述の解き方講座ありますよね、えー、こちらもおね今まで通りそのまま使える解き方ですそしてまた、えー、ね十回の演習これをぜひですねしっかり解いてあのねおそらくねあのね大きなミスっていうのはし,しでかしてしまうかもしれ 知れませんがその今後の対策を考えたら記述に関しては不動産登記のいわゆる枠ずれ経験といったものはむしろこの時期にたくさんしておいた方が良いのでね、あの枠ずれしたからもう怖いわ記述不安だとかああいうところはですね、むしろ今後解き方が意識して変わってくるようになるはずなのでぜひですね、そこはむしろプラスに捉えて何度も繰り返すということを念頭に進めていただきたいかなと思いますで、不動産登記も商業登記もできれば 来年の3月末までにですねベーシックひな型そして記述開放ベースアップの解き直し。 まで含めて、えー、終えていただきたいかなというのがあ、ね、あの今後のスケジュール直前期のスケジュールを考えた上での理想プランとなりますので、あのーまあ、ちょっとね、えー、記述解放ベースアップの商業登記に関してはあ、ね、4月にかかってしまうのはあ特に通信の方であれば致し方ないかなと思いますが、えー、5月に入る頃までにはあ上級問題本試験レベルの問題に対応できるようにしていただきたいかなと思います。 でそしてまあそうは言ってもですね、えー、記述の配点のウェイトが高くなると大きくとやっぱどうしても不安だと思いますので、えー、特に記述問題の場数がもっとたくさん欲しいというふうに思われるのも、えー、自然だと思いますので、えー、私のクラスに関してはですね今後マイナー科目これをやっていくに際してあの以前ね、えー、抜き打ちテストってやりましたよね記述とかも、えー、ねその記述のまあ今度は抜き打ちテストという言い方はしませんが、えー、記述のミニテスト これをマイナー科目の際にあのそうですね、えー、お配りすると、えー、いうことをいたしますのであのぜひですね、えー、そこであの、まあ、ミニテストなのであのそれほどあの解説のボリュームがあったりだとか普段の目の前の学習の進行には妨げのならない程度の問題、えー、これをちょっとたくさん問題解いてほしいといった意味で、えー、それをお配りする予定ではおりますので、えー、ぜひそちらの方も楽しみに、えーね、あの万全な対策を取っていただければなと思います。えー、ぜひそこにに進むまでには ですねえー、これが頭に入っていること、えー、これを目指していただきたいかなと思います是非、えー、ですねあのそれを皆さん是非プラスに捉えていただいてで、えー、特に年末年始でですねあのどこまで商業投機が上げられるかそして、えー、どこまで不動産投機の密着手の部分に着手できるかどうか、えー、それを、ね、心がけていってください。 そして、まあ、言うまでもないんですけども、えー、記述の拝点変更ですごく心ざわつくかもしれませんけどもただ、えー、記述の採点に進むことができるのは択一で基準点をクリアしていることが大前提ですからなので、えー、まず択一、えー、対策も抜かりなく、まあ、全部まんべんなくしっかり目の前のものを最優先で取り組んでいきましょう。それではあ皆さんの年末年始の学習が充実に、えー、進むことをお祈,りお祈りしております。あととどうしてもなんか、ね、不安だとかあ、ね、個別にこれ こ聞きたいということであれば今まで通り教えてチューターの方に私の方に直接メッセージをいただくことはできますのでそこは遠慮なくご連絡いただきたいかなと思いますそれでは引き続き頑張っていきましょう